丸中と山陽丸中は2021年にイオングループのマックスバリュ西日本に吸収合併されました。同じイオンの傘下で愛媛などに食品スーパーを展開する。富士は今年3月マックスバリュ西日本を吸収合併することで、中国四国地方と兵庫に合わせて500以上の店舗を持つことになります。合併後も丸中や富士。 マックスバリュやビッグなどの名前は残すとしています富士と親会社のイオンは岡山香川を含めた5県を重点エリアとして店舗の刷新を進めると発表しました新年度から3年間で860億円を投資するとしています投資の内訳はすでにある店舗の活性化や刷新無人店舗や移動スーパーなどに720億円